こんにちは、里愛です。今回は簡単で美味しくてヘルシーな人参ドレッシングを作ります。人参はベータカロテンが多いので抗酸化作用も高く、免疫アップやドライアイなど目の健康に役立ちます。食物繊維も多いので腸内環境の改善で便秘予防にも役立ちます。そして一緒に使う豆乳はダイエットにもよく、抗酸化作用も高いのでシミやシワなどエイジングケア、そして更年期対策にも期待できます。ですから今回作る人参ドレッシングは美肌健康ダイエットによりヘルシードレッシングとなります。注意点や応用方法も話していますので最後までじっくりご覧ください。では早速材料と作り方の説明をしたいと思います。はい、こちらが人参ドレッシングの材料となります。材料はこの4つだけになります。まず最初に人参を大さじ1杯分すりおろします。すりおろした大さじ1杯分の人参をこちら熱湯消毒した空き瓶に入れます。次に梅干しは果肉部分を細かく刻んで小さじ2杯分作ります。はい、こんな感じですね。約このちっちゃな梅干しだと3個分になります。果肉の部分ですね、空き瓶に加えます。そして次に太白ごま油ですね。こちらは酸化しにくい油でしたら他の油でも大丈夫です。こちらを小さじ1杯瓶に加えます。はい、そして最後に豆乳ですね。無調整の豆乳を大さじ3杯この瓶に加えます。すべて加えたら蓋をしてこんな感じでシェイクします。お箸などでかき混ぜてもいいです。瓶が大きい場合はお箸などでかき混ぜても大丈夫です。はい、こんな感じですね。はい、これで出来上がりとなります。とても綺麗な色にできました。はい、野菜サラダにかけた感じはこんな感じになります。とても綺麗で美味しそうです。少しだけ食べてみます。とってもとっても美味しいドレッシングになってます。人参のね、甘さ、まろやかさと梅干しのね、酸味がね、うまく調和しています。豆乳でね、まろやかな感じになっている感じです。とってもとっても美味しいです。ここでその他の使い方も話したいと思います。サラダにかけても美味しいんですが、その他ではサンドイッチでマヨネーズの代わりに人参ドレッシングをつけてサンドイッチにして食べるととても美味しいです。このドレッシングだけでも人参サンドイッチみたいになります。そしてサンドイッチにしなくてもそのままパンにのせたりとかトーストにね、塗っても栄養価も高くなってとても美味しくなります。その他では肉や魚のソテーのソースの代わりにこの人参ドレッシングを使っても美味しいです。そして豆腐とかご飯にかけて食べたりもします。とても美味しいです。ここで注意点を話したいと思います。こちら人参ドレッシングは保存料など入っていません。ですから冷蔵庫保存で3日以内に食べきってください。そして応用方法も話したいと思います。今回は豆乳を使いましたが、豆乳の代わりに豆乳ヨーグルトやヨーグルトを同じ量使っても美味しく食べることができます。もうちょっとね、とろっとした感じになります。そして今回は酸味と塩分を添える意味で梅干しを使っていますが、梅干しは種類によって酸味や塩分の度合いが違ってきますので、自分が使っている梅干しの濃度に合わせて量をね、調整してみてください。あるいはね、味付けを調整するのに塩や塩麹などを加えてもいいです。自分のね、好きな味付けにするといいかと思います。そして今回はハーブを使っていないんですが、好きなハーブを加えても美味しいです。例えば私がよく加えるのはフェンネルとかバジルとかですね、タイムなどをよく加えます。加えるときは小さじ1/2ぐらい、少なめに加えるといいです。このままでも十分に美味しいんですが、ハーブも加えるとハーブの香りもしてまたまろやかな感じで美味しくなります。応用もいろいろできてとっても簡単で美味しいです。美肌健康ダイエットにも良いのでぜひ作ってみてください。人参や豆乳、梅干しなどの詳しい効果、そしてその他の応用方法、使い方に関しましてはブログ記事の方に書いています。興味がある方は概要欄の方で確認をしてみてください。あなたの健康ライフを応援しています。ご質問やご感想などありましたらコメント欄までお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。またねー。